暗黒放送ですね。ブナマタバコです。すいません、さっきの放送は、枠が切れちゃって、中途半端になっちゃってすいませんでした。ですね、今私はですね、北海道の札幌の方に来ておりまして、2年ぶりですかね、2年ぶりに、先場所パンね、パチコの、あそこの、明日連れていくとか、いろいろとありますんで、もう私はですね、いや、そういうのは一切ないですよ。また来て2年ぶりです。事故、いや、ないです。一切肉体関係など、そういったやましいことはないです。全く。さっき外行って、ちょっと、コンビニ行って、チーズケーキ。北海道といえばチーズとラーメンとお寿司なんで、それ買ってきました。なんか目感染したとか言っても大丈夫なんですか？目が水中にいるみたい。先発とパチカも寝ました。なんか朝、夜9時、先発は8時に寝ましたね。映しません。寝てるんで。言うことないよ、ないよ、本当に。明日？今日はだから、2人連れて、朝の10、ここでまずゲームしてて、朝の10時にゲームセンター行って、途中で、お寿司食って、回転寿司食って、ね、で、映画行きました。なんか今流行りの、この、ドラえもん？地球シンフォニーっていう、なんか、水田わさび声優がやってるね、新作の、これを行ってきました。途中で寝ちゃったけどね、つまんなすぎて。北海道、いや、帰るよ。もちろん帰ります。今週で帰ります。ドラえもんにパパを出してもらう意味がわからんわ。センパチは僕のこと覚えてるね。なんか、なんで覆面かぶってないのって聞かれたから。なんか東京の時、あんまり喋ってなかったけど、なんか、なんでパチコからなんでパパは笑わないのって言われると、先発からはなんで覆面かぶってたのっていうことをずっと聞かれるけど、だから、で、どんな仕事やってるのって聞かれたわ。今日初めて、どんな仕事やってるのって聞かれたから、こっちもさ、IT と言っといたから、インターネット関連の IT やってますって言って、言っときました。インターネット。いや、そういう、なんか、AV 男優とかそんなことは一切言ってません。もちろんやってないし。でも絵うまいですよね、これ。これ見せていい？絵は。多分何だろう。これなんで周りが真っ黒けで、真っ黒の中にさ、この赤色の絵と何か。普通は黄色とか、なんかそういう色って書くと思うんですけど、わかりません。暗黒なのかな。なんか、パンダがですね、目がかゆいとかって、僕も一回流行り目になっちゃったけど、なんか目が、大丈夫？目がどうなってんの？どうぞ、また、ちょっと、歯磨いてくるから、こんな準備。大丈夫？事故や。待って、これどうやってやればいいの？何？触っていいの？ん？いや、ここを映したくないの、この。起き上がってさっきのちがいい。ん？起き上がってさっきみたいな。起き上がったらお腹見えちゃう。お腹見えちゃじゃ起き上がってばよくない？う。ん？さっおきの。腹見え。起き上がればよくない？どうしよう。
別に年なんだから誰も気にしないだろ。何歳だと思う。いや、わかる、わかるんだけどさ、お腹はさ、ダメだよね。よいしょ。かわいい、イチャイチャしてない。クワタと同じぐらいだね。抱かれてない。3人目あと10歳ぐらい若かったらさ、欲しいよね。なんか今、ね、新生児とか見たらさ、ね、なんかでも今の時代ってさ、赤ちゃんとか気軽にね、抱っことかできないよね。北海道でなんで太るの、なんで太るんだろう。好きなもの食べれてるからじゃないかな。カレーをとにかく食べてる。本当にカレー食べてる。なんかね、カレーのことを思い出しただけでうがい出ちゃうんだけどさ、スパイスカレーってわかる？スパイスカレーをね、すごい研究してる。美味しい。かわいい。何？なんだっけ？ピカチュウじゃなくて。それ。かわいい。ギフトオンにして、オンにしたい。あの、冷蔵庫を買ってほしくてずっと頼んでんだけど、全然買ってくんなくってね。冷蔵庫高いよね。いつもあのラミアちゃんと冷蔵庫欲しいよねって喋ってる。ラミアちゃんと最近連絡取ってない。かわいいね、この絵。どうやってやってんだろう。変わる？うん。じゃあ、変わります。よいしょ。じゃあ、そういうわけで、え？ギフトつけません。いらない、消えろ。いらない、消えろって言うのは俺喋らないよ、悪いけど。そこまでいらない、消えろとか買われてて言うんだったら、俺喋らないですよ、もう。いいの、それで。そんなこと言って。あ、そうですか。じゃあ。ストライキ起こしますね、怒りの。うん、いいよ。どうぞ。いや、なんか喋るなとか。いや、いい。いや、じゃあちょっとゲームやってるんで、黙って。ねえ、これ動いたら落ちちゃうよ。え？じゃあ手で持ってりゃいいじゃん。カエルがいっぱい。カエルはなんか、なんかの あれなの？カエルはなんかのあれなのって。カエル？なんでカエルこんな可愛いのいっぱいできてるの？なんで久保田の遺伝子残したんだよ。あ、すまん。彼方に行ってるな。あ、彼方ちゃんって知ってるかも。ギフトつけて冷蔵庫買ってもらえ。買ってほしいな。冷蔵庫買って。あのね、今使ってる冷蔵庫がさ、ラーメンマンこれ。なんかさ、まあ一回こんなこと話してもね、意味ないよね。ねって、ねえ、俺の前かける。うん、何？ハッピーな話しよう。泣いてる。誰が？映画。このカエルは何なの？めっちゃ可愛い。あ、そう、でかい。そう、それなのさ。なんか買い物に極力行きたくなくって、本当に今さ、なんか今まで5000円ぐらいで済んでた買い物がさ6、7000円してさ、
さらにまた上がるらしくってさ、砂糖とかもさ、今まで1キロで買えてたやつがさ、グラム数すごい減らされてたりさ。ね。こんな話聞きたくないよね。値上がりばっかだよね、本当にさ。なんでこんな値上がりしてんだろうね。値上がりしててもさ、なんか年が取るとさ、やっぱ健康とかに気使うからさ、なるべくね、いいものって考えちゃうとさ、さらに高くなるからさ、どこかで切り詰めなきゃなと思うんだよね。切り詰めたいなと思う時にはさ、なんか息子の塾とか考え出してさ、ね。薬費は上がらんなぁ。いや、ほんと1月の養育費はちょっと値上げしてほしかった。スキー代が痛かった。なぁ、聞いたら。なぁ。え？スキー代？それは北海道が悪い。スキーをさせる北海道が悪いから、スキーなんてやる必要ないじゃん。何のためになってる？あ、ドラえもんあった。何？金ない芸で養育費から逃げるな的なこと書かれてた。確かになんか、でもね、まだ良くなった方で、前はさ、なんかうち27日までに養育費払ってねってなっててさ、私もさ、なんか忘れちゃって27日に、あ、今日までだからねとかっていうの。さあ、なんか土日とかだったらさ、なんか手数料高くなるのか知らないけど、月曜日しか振り込めないとかって言ってさ、なんか養育費にさ、土日とか関係なくないね、って思ってた。でもなんかね、ここ 1,2 年は土日でも振り込んでくれる。でも1月遅れたよね、びっくりだよね。あ、2月か、先月。いや、それお金がもう尽きたからね。先月16万円から。今までね、ここ本当は 1,2 年はね、必ず27日までには振り込んでくれてたんだけど、今月遅れたね。先月、うん、2月。先月はお金が16万になっちゃったから、うん、だから親から借りて振り込んだ。40万。でも待って、あのさ、どんぶり計算なの全部。ん？あのさ、給料っていくらもらってんのか知りたい。いや、もうないってだから。立花さんが払ってくれた。いや、もう払ってくれなくなった。11月からは、ね、うん、新婚に引っ越した日からちょうど払えなくなりましたってなって、うん、11、12、1、2、3って5ヶ月間給料もらってないよ。そうなると、うん、もうさすがの俺の貯金も尽きちゃうよ。給料払ってないでしょ ?5 ヶ月ね。もらってないよ。したらさ、うん、クビになったのはいつなの？いや、大津彩香さんの方からは3月9日でクビって言われてるけど、立花さんはクビとは言われてないよ。でも5ヶ月給料払われてないでしょ。うん。5ヶ月何やってんの？何やってんの？いや、だから向こうでもらってないけど、だからコールセンター一応行ってるよ。お金もらってないのに、うん、何のために？いや、恩義とか電話が鳴るから。何おかしいの？そこは違うんじゃない？そこはさ、うん、そういうのをさ、なあなあにしちゃうからさ。そこは給料 もらうためにもちろん言ってる、うん、5ヶ月間無給で。無給だね、マジもらってない。無給っていうの？なんていうの？無償？無償の、無償の無償で5ヶ月さ、うん、普通の人だったら心が痛むと思うんだよね。この部下を5ヶ月間も働かして悪いなってさ。いや、そんなこと言ってなくないよ。仕事さ、探せばいいじゃん。橘さんに恩義あんのは分かるしさ、
違う形で関わってってさ、またなんか盛り上がった時に一緒に働けばいいじゃないの。今はさ、恩義とか言ってらんないじゃん。恩義でご飯食べていけないでしょ。いや、それもなんか、長期で見たら、なんか、心配しなくていいって。ついてくる、俺についてくる人は、必ず、その、なんか、見捨てないって言ってたわ。立花さん。で？で？いや、だから。ついていこうかなと思ったの。ついていくとか、まあ今、ね、破産宣告しちゃったの、要は、N 国党が。うん。だから今、お金が今、自由に使えないんだって。うん、破産宣告ということ、会社で言うならば破産管理人が入ったから、弁護士で自由にお金が使えないの、うん、だからお金もらえないの破産人が入ってるの破産宣告。いや、分かったよ、分かったけど、そうだったら立て直すまでさ、違う仕事しててさ、またない。誰がこの46歳雇うんだよ、顔まで出てペロンまで出て。誰が欲しがるんだよ。人の悪口ばっかり言ってるし。それ性格悪い。え？大丈夫、性格悪い人はいっぱいいる、働いてる。みんな無理だよ。海外旅行行ってるよ。いや、もう行ってない。もう今行かなくて、行けなくなっちゃった。そんな場合じゃなくなっちゃった。5ヶ月間無職なのにさ、海外旅行行ってんの？いや、もう行ってないって。だからこの5ヶ月間で行ったの？5ヶ月以内には、前から決まってたのは行ったけど、それ以外は行ってない。前からとか関係ないんだって。行ったのか行ってないのか。旅部で行ったよ、仕事では行った、韓国に。え、そのさ、お土産代とかどうしてんの？自分のお土産なんか買ってないんだから。何あの、遊びじゃなくて仕事で行ったから。本当に？うん、ガチで。それはなんでかというと、1回だけ、年に3回だけはそのお金がたくさん使える月があったから、それを 使っただけ、余ったお金で12月に買って。そっか、いいね。じゃあ5ヶ月間さ、働いてない所や所、うん、でも無償でコールセンター行ってんでしょ。うん、行かなくてもいいってこと？まあ行かんでもいいんだけど、実際に今日なんて言ってないわけですよ、うん、それはもう今はもう特になんかね、制限とかないから。だったらさ、子供をさ1週間見てくれるとかさ。え、どこで？東京で連れてけばいい？東京に連れてけばいいの？今日で連れてったら合わせるでしょ。誰と？彼女に。いや、だそんなことないと思う。もうちょっとさ、子供たちがさ大きくなったら理解できるけど、今ね混乱しちゃうでしょ。いや、別に。だからだからダメか。じゃ別に、あ、俺が別に家に入れ、家でゲームさせとくから。いや、北海道来てさ、なんかこの方、手が見えない、この方、昼寝とゲームしかしてない。よく言うわ、俺今日ゲームセンター連れてったんだけど。ゲームセンター連れてって、映画も娘の話では寝てたらしい。いやいや、それは藤子不条 F が悪いよ。眠たくなるような映画作ったんだから、大人が。藤子不条 F の、分かったよ、分かった分かった、やめよ。久保田のこと好きなわけないじゃん。混乱だよ、だってなんかね、この家でね、まともに会話できる人がいないって、さっきね、ちょっと切れちゃったね。何が？俺会話してるじゃん。会話がね、みんな成り立たなくってね、さっきちょっと切れちゃったと、私。面白い人がいるよ。逃げた。なんかね、天井見てた。天井が、なんか
天井になんかさ天井見てたよ天井がなんか破れてる。よいしょ、暑くなっちゃった。あの、ここの、この毛をさ、なんとかしたいの。ちょっと、わかった、コメント読みます。また手遊びしてる知ってんね手遊びおじさん。子供が3人ギフトつけて、ギフトつけて、ダメ、ギフトつけて、いや、いらないギフト。うん、冷蔵庫買ってほしい、お願い、本当にお願い。うーん、6万はでかかった。好き、案内すると思わなかったさ。私なんか1キュッパとかでさ、1万9800円で3点セットとか買えばかなと思ってたらさ、全然で、びっくりした。パンダのクボタが好き、ない。夢から覚めちゃうとさ、なんか一つ一つの発言がびっくりしちゃってさ、ね、そういうもんだよね。中古買わなかった。中古でもいいかな。いや、中古気づくの遅そうだよね。教えてよ、その時そっか、みんな気づくのか。ジモティ事件なんかそれラミアちゃんの放送でもなんかジモティの話で盛り上がってた。さくら10万、パンダ3万。パンダ3万って何？ 3 万もらってない。3万稼ぐって言うさ、結構だよね。結構頑張んないと稼げない金額だよね。あみやちゃん酔っ払ってんの？3万ないの？いや、自由に使える3万はないよね。めちゃめちゃ手震えながら3万出すよね、出すとしたら。3万ないんですか？あるんですか？好きに使える3万円ってみんな持ってる？3万円分のジャケット買おうとかで買える？うん、いいね。3万のジャケット欲しいなと思って買おうって思えないよね。ね。かわいそう。そうだよね。でも今リュックが欲しくってさ、リュックもさ、やっぱ2万ぐらいするやつがいいなと思ってさ。ね。リュックはいいよ。だって、あのさ、北海道はさ、本当にさ、危なくって、転んだらもう腰とか打つからさ、リュック背負ってたおかげで私今年助かってさ、なんか歩道橋から落ちて私、滑って。でもリュックあったおかげで腰が全然痛くなくってね。リュック良かった、すごい。だからランドセルの原理もそうだよね。なんか、ランドセルって全部守ってくれるからさ。ね、大切、健康大切。じゃあギフトつけるわ、つけてギフトね。え、ギフトはつけません、こじきになるから。だってそうだよね、ダメだよね、よくないよね。人からもらってさ、買ってさ、その時はラッキーとか思うけどさ、なんかね、使ってるうちになんか申し訳ない気持ちになってきそうじゃない？ それが当たり前になってる。申し訳ないと思うんだ。知らない人からお金をもらうという行為が。なんかね、うん、さ、なんか壊れた時とかもさ、これもらったやつだしどうしようとか思っちゃうしさ、それをよくないよね、やっぱ。今ニコ生がそういうイベント、そういったギフト
投げ祭りイベントみたいなことをやり始めちゃってるから、うん、あんまり好きじゃない。うん、イベントやってんの？あ、そうなの？じゃあ参加できるってこと？せんかったけど。せんかったのかね。石川の配信見てないの？うん。なんで？なんで？乗り行き。乗り行き？あ、これこさんの放送見てる。これこさんの放送でたまにのりちゃんとか出てくるからそれで見てる。それ半年に1回ぐらいね、森ドンのね映像を流すから。これリスなんでしょ。うん。でも俺の放送見てないの全く。1ミリも見てない。見てないから。なんかこれからさんの放送とか見てるとさ、たまに出てくるの、いかが緑の話とか、嫌になるよね。何が？なんで嫌になるの？嫌になるしさ、なんかこの間さ、うん、うとうと寝てる時に横山緑がなんとかっつってさ言ってるか見てたらさ、なんかそのピカチュウを冒涜したって話になってて、え、何のことと思って調べたらさ、あれでさ、嫌だね。忘れよ。いや、ピカちゃんミミックでしょ、うん、あ、ミミックって書かれてる。みんな書いてる。みんな詳しい。ミミック、 あれして面白いの。いや、もういいじゃん。もう配信終わろう。配信終わって俺寝るわ、うん、もうリスナーさんも明日早いから俺寝ますんで、はい、すみません、ちょっと寝ます。明日早いんで寝ます。逃げるのがでも、もういいよ、ね、寝ます。あ、昼寝するだけ。昼寝じゃないですよ、もう。だって初日の日にさ、うん、3時間ぐらい昼寝してさ、うん、でさ、9時に寝てさ、うん、今日の朝さ7時半ぐらいに起きてる。いや、普通でしょ。働いてるんだから。普通です。働いてる誰が？え？いや、目使うんだよ、いろいろと。目使うんだよ。それはさ、ゲームして目使ってたの。いや、マジで。まあ、なんか病気で目がおかしいから、目がさ、使ってんじゃないの？ね、今日大変忙しかった。いや、俺はあのパコルがそれ一切、ちなみに言うと全くないからね。寝る場所も違うし、俺先発と一緒に寝てるからあっちで、うん、冷蔵庫ってのはね、うん、動いてるんでしょ。一応動いてるけど、なんかさ、作り置きしたいのよ私。1週間分とか3日4日は確実に、うん、そうさ、3日4日分冷蔵で使って、残りの3日4日分を冷凍庫にすると、うん、パンパンなの。じゃあさ、明暗があって外で冷やしたのかな、ベランダで。そうすれば、あの北海道今寒いから、なんかちょうどいい気がしてきたけど、自然の冷凍みたいな感じでさ。それはどうなの？え、本気で言ってんの？え、本気で言ってんの？いやいや、冗談、もちろん冗談。それはさすがに冗談だから。本気でそんなこと言うやついたら頭おかしいじゃん。さすがにそんな頭おかしいやつは冗談ですよ。冗談ね、うん。作り置きって何？いや、本当にね、物価が高騰して。いや、それは物価がやばいのは政治家たちが悪い。いや、そんなこと言ってらんないんだよ。いや、私たち時給で働いてるわさ、私たちパートなんかさ。もう本当にさ、辛くって。それは橋本龍太郎とが悪いと思ってるから、それはしょうがないよ。橋本龍太郎あたりが悪いんだよ、うん、橋本龍太郎が悪くても悪くなくても、この限られたさ給料の中でさ、子供たちがさ熱出したら休まなきゃいけないしさ、仕事さ、うん、これおならじゃないよ、椅子元だからね。ずっとおならってやれて、これ椅子元だよ、これやってるだけよ。1週間に1回買い物するぐらいのベストで今、うん、で買いに行ったら行ったでさ、やっぱ安いから買おうと思って買っちゃうとさ、うん、また1週間分の食費も高くなるしさ。
だいたいいくらぐらいかかるかわかんないんだよね。いや今ね、ほんと私でもね、わかんない。高くってさ、めっちゃ油とかめっちゃ値上がりしてるしさ。油？油めっちゃ値上がりしてる。石油はいくら？このストーブの12,000円月々。月に計算したら8,000円ぐらいじゃない？そんなすんの？灯油？あ、灯油か、灯油。結構きつい。灯油高いんだ今。いや、うち灯油使ったことは使ってないからさ、東京は。冷蔵庫。冷蔵庫問題がちょっと解決したら、いや、ほんとビビたるもんだと思うんだよね。そんな節約してもさ、2,000〜3,000円しか毎月買わないよ、と思うんだけど、やっぱりね、作り置きは大切。冷蔵庫っていくらその、ちなみにこの大きさの。この大きさ？この大きさだったら7万ぐらい。7万？これで7万だよ。10万とか嫌だね。お金今日置いてたよ。少ないけど、養育費ね。え、ああ、いや、もう俺がちゃんと稼いだらそれは渡しますよ。今はちょっと一生懸命やんないといけないけど、一生懸命さ、向き合いでさ、コールセンターに全然遊びに行ってる人みたいな。遊んでないよ、めちゃ朝10時から暇つぶしじゃん、その向き合いでさ、電話で人と喋ってさ、好きな時に帰るんでしょ。暇つぶしに行ってないよ、ちゃんと。じゃあ行かなくていいじゃん。いや、行かないと、だってね、中途半端なことすんなんて。行くんなら行ってさ、立花さんにさ身を捧げるぐらいさやればいいじゃん。でも私からしたらさ、何もやってないんだったらって思っちゃう。殺意湧くんだよね。5ヶ月間何も働いてないさ、いいよなとか思っちゃう。たまにはさ、本当に面倒見てほしいかな。いや、今日面倒、ゲームセンター連れてって、メダルゲーム。だってゲームセンターでメダルゲーム1時間以上やらせたって、なんかもう放置だよね。なんか一緒にゲームをするとかならさ、まだ微笑ましいエピソードだけどさ、1時間半多分たださ、コインに投げさせてただけなんでしょ。プッシャーゲームで喜んでた、でも途中で飽きたって言われたけど。え、皆さんってメダルゲームセンターに連れてってメダルのプッシャーゲームとかってやらせたりしないんですか、聞きたいんですけど。しないでしょ。なんかもっと子供が喜ぶようなさ、マリカーとかさ、 UFO キャッチャーとかなんかやればいいじゃん。なんか取れても取れなくてもさ、それが面白いからさ、子供ってなんか動かしたりするんだからさ。あ、UFO キャッチャーやりたがってたけど、これもうこれはやらせ、絶対取れないからって言って拒否した。絶対これはゲームセンターが取れないように利益を得るために作り込んだ罠だからやっちゃダメって言ってやらせんかったね。もう絶対取れないじゃん、だって UFO キャッチャーって。 UFO キャッチャーってこうやってビリってきて掴むんだけど、上にまででもこれ絶対ポロリと置く、ポロリって落ちるんだよ、取れません。俺やったもん、自分で一回やったのね。ゼロで一回やったらその現象が起きたから、あ、これ絶対取れないなと思って。だから UFO キャッチ嫌いなんですよ。俺 UFO キャッチ嫌いなの。頭おかしいよ。え、頭おかしい、なんで？だって UFO キャッチャーって取れなくない？絶対。おめえはどうでもいいんだよ。子供が行きたいって言ったとこに連れてってあげたんならさ、子供がやりたいことやらせればいいのにさ、
俺が嫌いだからっていう理由だったらさ、最初から連れてかなきゃいいんだって。バカだ。1回100円もするって言うんだよ、あれ10円とか。10円だってそれ以上、全部さ、子供たちにとってはそのさ、メダルゲームですら思い出にしようと思って頑張ってんのにさ、それをさ、さらにさ、100円もするからとか、お金のことも言わないで。楽しかったね、でいいでしょ。日記に書いとけばいいでしょ、じゃあ。なんてよ。100円も仕上がったとかさ、俺はやりたくなかったとか書いとけばいいでしょ。私の耳に入れないで、それ。でもその後俺ドラえもん連れてったからね。言っちゃあるけど、このドラえもんのなんかこれ寝てたんでしょ。え、いやだからそれはなんかね、娘が全部教えてくれた。で最後に泣いてたって。目こうやってこすって。な、泣いてはいないよ。泣いてはいないけど、そのなんかなんで泣いてた、寝てたもんなけど、 あくびでハーってて、あくびしたんだよ、その時に。それを勘違いしたんだよ、俺が泣いてたとか。泣くわけねえじゃん、ドラえもん見て。あんな子供だましのクソ映画で誰が泣くかよ、うん、本当に泣いてませんよ。ついってさ、そうやってさ、けなさなきゃダメなの、子供たちが見たものを、うん、もういいでしょ。やらせの宇宙でなんか音が、ねえだろ、やらせなの。宇宙で音が出るとか言って、出るわけねえだろ、そんな。なんで宇宙で音が出るんだよ。いや、かわいそう、マジで。ネタならいいんだけど、本気で言ってそう。戻ったよね、いつもの。そんなこと言う人じゃなかったよ。俺性格悪くなったっけ、俺も。いや、元から悪いけど。で、なんで元から悪いの、じゃあさ、そうなったの。磨きがなかったんだな。え、令和バージョン。ちょっと言葉を覚えたし、なんだっけ、言論カフェ行ってからさ、ちょっと言葉増えたよね。言論、あ、言論カフェで俺バイトやってたんだ、そういう、うん、思い出したわ。あの頃さ、なんか結構頭いい会話してたよね。なんか難しい言葉で、ね、こけて一緒だとか、なんかそういう覚え立ての言葉を使ってなんか会話してたわ。うん、だから環境って大切だと思う、そういう言葉とかのさ。うん、東広樹さんのおかげだよ、ほんとに。そういうところにいっぱい顔出したらいいんじゃない、今、暇なんだからさ。暇じゃない、忙しいよ、めちゃくちゃ。本当に忙しい、今。どう時間の使い方が下手になったっていうのはあると思うんですけど、昔はでもね、俺、まあ、先輩がいたと、生まれてすぐの時は、ずっと夜中にオープンレクっていうゲーム番組やってて、ずっとなんか美少女のゲームね、やつやってたりして、あの時頭おかしかったんだわ、ちょっと。ずっとニコ生やった後に、オープンレクで天国放送とかやってゲームやったりしてたから、うん、あ、イノハゲからいらっしゃい。あの頃はね、後ろの人は随液じゃありません、パンダです、元の。え、映ってんの。一応頭だけポコッと背後霊みたいに映ってます。その名前書かないでください。ルーアさんの名前を書かないでください、ね、ルーアさんって誰。いや、R さん、うん、R さんはもう、ね、いろいろだと思う。ありすぎでしょ。え、いや、もうそれはもういろいろとあったけど、別に、まあ、金稼げる仕事紹介で、何、金稼げる仕事紹介できるって。一応俺来週香川の店で店長やってくから、それで少し。香川、え、香川って何。ティロヒナレ香川さん。ああ、お店やってんの。お店に2店舗やって。すごいね、社長なんかオーナーじゃない今。すごいじゃん。うん、仲良かったっけ。
いや、そんなに良くなかったけど。声かかったの？うん。ありがたい。言っといてよ。ありがたいよ。本当にね、言われたから。行ってくる。それは。何しに行くの？あなたが一番嫌いで寒い一日店長とかいうやつです。一番嫌がる。一番、嫌がるやつ。うん、一日店長？一日だけだ。何しに行くの？何しに行くの？だから、それでみんなにペコペコしながら、うん、お酒注文してくださいって言って、媚びに行くんだよ。ペコペコして。うん、プライド捨てて。じゃあ行かなきゃ一緒。いや、行くよ。だったら文句言わなきゃ一緒。文句じゃない。いや、ありがたいよ。仕事来るのありがたいから、うん、それはこじきに当たらんから、ね、俺がお金くださいって言うわけないから。よかったじゃん。そう、あとはでも問題収入何しに行くの？だからその仕事だって。仕事つも お酒をペコペコしに行く仕事。いやだから、いやだから接客、接客。あれすごいね。うん、接客だけすごいかな。そう、売り上げに応じて歩合もらえるだけだから。すごい、頑張ってよ。うん、頑張ってくる。え、売り上げって何？お酒の飲まれた売り上げじゃない？多分。うん。え、その日一日のお店の売り上げからってこと？多分。え、その辺詰めて話しないの？いや、もうそこら辺は信用して任せてるから。あんまりそういうの詰めるとさ、うん、うん、なんかガチになっちゃうから、あ、そこら辺はアバウトにしてる。うん。そこら辺が一番。ちゃんとしなきゃいけないとこなんじゃないの？お金のことって。いくら仲良くってもさ、後でめんどくさいことになっちゃうとあれだからさ。香川さんは大丈夫だと思うけどさ。うん、大丈夫。冷蔵庫はだからこんな大きい、俺の身長ぐらいあるんです。なんだ？ないよ。160、なんか233リットル、なんか250何リットルぐらい。そんな早急に必要ってわけないでしょ。まあ、早急ではないけど、あったらあったらいいねぐらいでしょ。だってさ、私仕事から帰ってくるのがさ、6時40分とかだからさ、そっからご飯作ってお風呂入れてってなってさ、もう9時オーバーになっちゃうから、作り置き絶対しとかなきゃいけなくって、うん、なんかもう作り置き命だよ今。作り置きだったらさ、もうさ7時半にはもうご飯済ましてさ、シャワーそっから8時まで入らせれるからさ、そっから宿題見たりさ、連絡帳書いたりするしさ。え、宿題とかややってるよ。で9時に寝かせる、うん、もうバッタバタだけどさ、やっぱね、ご飯はなるべく手作りがいいからさ。俺も宿題教えようかな、じゃあ。なんか何や、どんな授業やってるか知らんけどさ、あ、先場所クック全部入れてた、うん、クの段全部入れてたわ、びっくりした、うん、クク全部入れてた、驚いちゃったね。クク、うん、の段もちろん俺も言いますよ。僕もね。いや、おったんは言えない。野田も。今、パソコンつくもらえるんだよ。こんなでっかいノートパソコンをさ、小学1年生から持っててさ、それで授業やってんだってね。進化してますよ、だから、IT 授業が。小学生からもパソコン渡して、んで授業やらしてんの。びっくり。いや、パッドじゃなくてこんなノーパソみたいなやつ、でっかいやつ、うん、タブレット式のやつね、うん、もういいからパンダと変われ。明日はちなみに俺レンタカー借りて、
いろいろと行く予定です。もうレンタカーね。あ、なんかさ、おすすめの場所聞けば。あ、どっか北海道でおすすめの。私今調べるから。あの、子供連れて行っても。問題ないとこは教えてください。あ、網走。すすきのは今日行った。熊牧場。あ、熊について私すごい怖くってさ、調べたりするために。俺も熊について、旭川熊事件、ヒグマ事件について調べた、ね、怖いよね。そう、ヒグマについて。マジキングオブヒグマ。そう、三毛なんとか熊事件。三毛別熊。そうそう、こんな感じの名前。そうそうそう、三毛別熊事件。ゲームセンターでメダルゲーム、いやもうそれやったら不評だったから、思った以上に不評だったんでなくなりました。ゲームセンターメダルゲームは子供への虐待とまで書かれました。誰が、いや俺がメダルゲームに連れてったら、虐待でしょ。私ももしゲームセンターでそういう親子見つけたら、うわーって顔で見る。じゃあ 俺らしかいなかった。あの、俺らしか、ちなみにあのゲームセンターって結構大きいゲームセンターだけど、子供がメダルゲームやってるのいなかったわ、なぜか。なんか海外の人もいなかった。海外ってなんか60、なんか年金暮らしのおっさんがうろちょろしてたぐらいで、メダルゲームや競馬のメダルやってるぐらいで、マジになかったな、平日の昼間に。まあこっちはあの冬休みだけど、レンタカー、車で行けるようなところお願いします。車で行けるところ、電車で行けるところはもういいや。車で借りたから。ね、レンタカーどんなやつ借りたの？え？セシル、なんだな、SC、なんか、カローラみたいなやつ、カローラ。カローラって何？なんか4人乗り、後ろが3人乗れて、前が1人乗れるタイプのやつ。何それ？なんかそういう名前のやつ。そんな車ないでしょ。いや、安かったから。あ、そう、セダンって書いてあった。そう、シエンタって書いてある。シエンタってやつ。そうそう、思い出した。何それ。俺もわかんない。シエンタって何？何シエンタって。そんな車見たことないんだけど。そう、ユータみたいな。シエンタって何？知らない。聞いたことがないよ。それ借りた。6000で。トクトクはね、ここで乗ったら多分、雪がすごくて、もう、今日も俺滑りそうになっちゃったけどさ、もう雪だらけで、もう最初雪に感動したけど、もう、もうまた雪かよって、もう雪避けてる。もうすんごい、文句しかないの。え、文句しかないの。だって まだ雪が積もってたもんだって。驚いちゃったよ。雪早く溶けるといいなって言えばいいの。あ、溶けろよ雪。最低。本当にさ、嫌なんない、自分で自分のことが。なんで俺悪口ばっかり言ってる。なんか後でさ、ちょっと俺今日言い過ぎたなとか反省することない？ないね。なかったらもう終わりだわ。昔こんなに性格悪くなかったけど、いつのしか。いや、昔の方がね、なんかもっと鋭利だった。今マイルドに性格悪いから。マイルドに性格悪いってちょっと傷つくようなこと言わないで言っていいですか？なんか嫌な人だよね。ただの嫌なおじさんじゃないか。そう前は嫌なやつだったけど、今嫌な人。ごめんね。いいよ。よいしょ。ここ1年ぐらいさ、喋ってなかったのにさ、なんか言って。何を？ここ1年ぐらい私さ、電話も絶対出ないしさ、電話自分からもしないしさ。いや、そっちがしなかったからじゃない。だからなんでか教えて。いや、俺が電話しても、毎回先発とかパチコが出て一切俺に変わらんかったから、全然会話が成り立たんかったからさ。そう、それがあったから。なんでか知ってる？知らない。あ、知らないの？知らない。なんでラミアが何か言ったの？ラミア小学校5年生みたいな脳みそなの、いつも。
そんなんで私怒ったりしないけどさ、なんかさ朝のさ、なんかさ7時ぐらいにさ、1年ぐらい前、本当に1年ぐらい前、うん、電話かかってきて、うん、で私なんか朝の仕事行く支度しててさ、息子がさ、パパから電話だよって、変わってとかって聞こえたの、うん、で今忙しいからちょっとスピーカーにしててさ、私が、うん、じゃあなんとかかんとかして、ちょっと今忙しいから仕事帰ってきてからでいいって言ったら、灯油台行くれよとかって言われてさ、何灯油、なんて、灯油灯油台いくらだよ、あ、違う、なんか電気代いくらだよって言われてさ、うん、いやちょっと今わかんないからさ、本当に終わってからでいいっつったらさ、なんかさ、なんか払ってやろうとしてるのになんだよその言い方とか言われてさ、別に私払ってほしいとも言ってないしさ、後からにしてほしいっつってるのにさ、なんかそんな言われ方してさ、1年間口聞かなかった。いや全然記憶にないね、マジ記憶にないです。はい、モラハラ、俺そんな大仏さんみたいなことやってないよ、マジ。ひどくない？なんか言い方っつうのがあるし、うん、朝ばっかさ、なんか連絡してきてさ、あ、でも俺言われた、あ、払ってやってる感があるって言われた、向こうに、あのなんか言葉のどこかでなんか払ってやってるから何かを要求するみたいな、そういうもんあるっては指摘されたわ。なんか言われて、なんでその子の指摘はさ覚えてる、認識みたいなの、私が言ってもさ認識みたいな、いやいや、どんどん無視されたから、まあ覚えてないとかさ、無視されたね、これバカ、警察に通報する、なんで警察に通報するって、それはひどすぎるわ、ちょっと俺いいよ、もう喋っていいよ、ちょっと私の、え、警察に通報しよう、でも本当にさ、ムカついたわ、あの日の朝、今でも覚えてるよ。あ、なんか見えた、なんかさ嫌じゃない、養育費いくら5万、7に言わんでいいわ、言わなくていい、それは7にしてほしくって、言わなくていいよ、今まで言わなかったのにさ、なんで言うんだよ。え、前知ってたじゃん、みんな。いや、言ってないよ、嘘つい、あの適当、あの言わなかったのに、煮干しは。パンダさん、素敵、ゲストオンしましょうよ。しないよ、どっか置きたいの、もう私ちょっと横になっていい、いいよ、俺もいや、お腹見えないよ、ずっと探してたやつ使われてるわ、これ渡すんだよな、なんで使ってるの、みんな何やってんの、みんな明日はお仕事じゃないの、ちょっと可愛い角度にしてほしい、これなんかめっちゃさ横の角度だったらさめっちゃでかい人になっちゃってるんだけど、私いいそんなさ、もうちょっと斜め横上ぐらいからがいいね、そんな若い配信者じゃないんだからさ今さ何言ってんの、そうだよね、若い子に任せよう、そういうの、おばさんらしく生きていこうぜ、そうだよ、おばさんの貫禄を見せつけよう、でかさと、仕事です、頑張って、何時からかな、みんな朝何時から仕事してんの何時だね、9時か、9時ってことはさ家をさ7時とか7時半に出てる、8時半、あー一緒だね、これどこ読んでない？どの辺読んでんの、いつも。え？何横に流れるの？うん。いや、なんかコメントってさ、6時起き7時に出るって、あーね。だよね。やっぱ1時間ぐらい前に起きちゃうよね。7時半か、早い。7時半は早いね。3時ってもう、
本当に3時間後だよ。沼や、沼なの私。ねえ。ふ、早い、もう。私、沼なの？知らねえよ。沼だぜ。沼って書かれてるのは沼でしょ。いや、それさ、彼女がさ、私沼なの、その、沼なんじゃねえの？知らねえって言う？言うのかって。言うの？いや、別に言うんじゃない。うん、じゃあいいや。いいよね。言わないで。言っても、言わなくても。言わないって言ってるよ。謝って。彼女の前でもそういうことする？例えば？あくびしながらお腹かいたりする？かゆいからしょうがないじゃん。え、粉どうすんの？粉ってのは何？何粉って？かいたら粉が出るの？ね。うん。かしんじゃんね。何かいたら粉が出てるという意味が。ダニの好物は人の皮膚、うん、髪の毛、フケ、うん、人の食べかすとかでさ。粉なんか、ね、まあ仕方ないけどさ、かゆいのはさ、そんな。だって俺、アレルギーになってさ、あの、金属アレルギーで。そっちもアレルギーでしょ？かゆい。金属アレルギーだけど、そこまでひどくないんだよね。なんかベルトのバックルとかに、あの、透明のマニキュアとか塗ったらいいよ。マジでポロポロと。あとなんか、プラスチックのバックルのベルトとか、ダサいけど、もうそこは仕方ない。夏とか結構地獄だからさ。汗かくからさ、なんかシャツさ、ちゃんとインしな。シャツ入れて。太ったね。めちゃ太った。やばいぐらい太った。まあ別に太りたかったからちょうどよかったけど。なんでそういうこと言うの？俺太りたかったもん。本当に？うん。だって太ってる方が貫禄があって、ネタになるし、いいじゃん。別に今更格好つけて。筋肉ムキムキにしましょうなんてことを一切思ってない。ねえ、今ね、なんかこうやって書いてね、パッて捨てたの、どこに捨てたというかね、空気清浄機のね、排気口っていうか、風出るところに捨てたんだよ。信じられなくない？なんかそういうところがすごい嫌いでさ、別に私、潔癖症とかってわけじゃないのに、なんか潔癖症扱いされるのすごい嫌なんだよね。二人とも太ったの。これならバレない。いや、汚いよね。なんかさ、北海道の今の季節ってさ、なんか、道路によっては、泥とかがあってね、溶けてて道路が。で絶対に、どんなに綺麗に歩いてもつくのよ。なんかズボンとかに。で、そのズボンでさ、なんか、布団とか横になられるのすごく嫌で、嫌じゃない？平気？私はもう帰ってきたら速攻着替えたい人。イチャイチャ配信だって。でも50人イチャイチャ配信、俺カップル配信嫌いだからしないよ。あれで、いや嫌だね。カップル配信にあるじゃん。のんでりだからな。何のんでりって。のんでりって何？え、のんでりかしーってこと？デリカシーがないよ、男のこと。そうそう、デリカシーないよね。モンデリカシー、モンデリ、確認お願いします。何の確認？牛さんですか？チチペロン送ったので、チチペロン見ていいの？何？チチペロン送ったので見てくださいって。チチペロン送ったので見てください。見ていいやつ私。見ない方がいいよ。インスタの DM？ アキュータどこだったっけ？お待ちを。
髪がさ、この毛がさ、見せていいのかな。どれ。いやダメダメ、バンコラ、もう絶対ダメ。これ何やってんの。あ、これコラコラ、あいコラ、あいコラ。これ何、取ろう、取ろうよとかしちゃうの。違う違う、あいコラ、そんなことない。どういうシチュエーションでこういうシャメって取るの。知らないよ、俺は。酔っ払ってても覚えてない。ちょっと見せてよとかって言うの。俺が言うわけねえじゃん。痛い、やめて。やめて、嘘ついてまでさ。痛いよ。俺をなんか落とすよ、やめてもらっていい。ちょっと落とさないでね、バンバンって。あ、見えた。これどういう時にやるの、これって。だから知らないっつってんだよ。配信終わっていいもん。終わもう いらないじゃん。ほらね、そういう。うん。DV とかしてん、自分って叩いてもらうよ、叩いとか言われてる。何がさ、ガチになってんの。なんかやましいことでもあるの。ないです、ないんで。面白くない、こういうのなんかクラッシャーって言うんだよね。何がクラッシャーなの。クラッシャー、うん、なんか童貞みたい。え、童貞だとなんか問題あるの。いや、私次付き合う人童貞がいい。じゃあ忍法と付き合えば。忍法さんって誰。検索したら出てくる、忍法さんっていう。年も近いし、いいじゃん。年はね、ぜひこだわんない。年下がいいな。でも、うん、年下だよ。忍法さん、忍法ニコ生って検索したら出てくる。忍法ニコ生、なんかかっこいいね。忍法ニコ生の術みたいな。そう、あー、なんか見たことあるよ。お、真面目だよ。彼女いないの。いない。どんな人。え、なんか春季をこじらせて上手なんか。ねえ、こじらしちゃうんだよね。うん、うん、全ての女性に清潔感と潔白感を求める人。もう初めての相手は童貞、相手が処女以外じゃないと捧げませんっていう。いいじゃん。じゃあいいじゃん。じゃあ連絡する。いや、待って待って待って、私あれ違うでしょ。いや、でも真面目なんだね、すごい真面目。全然どうやって知り合うと思う。ニコ生で。ニコ生で、うん、仲いいの。まあ普通に連絡来る。面白い。虫を連れてきた人。なんで虫がいるんですか。頭にずっと虫ついてたの。いや、この虫、監視の虫なんだよ多分。なんか怖いことやらないで。だって虫なんてこんな冬の時期に現れるわけないじゃん。だって頭についてたんです。さ、エレベーターで娘にさ、パパ虫いるって言われてたじゃん。そう、なんで虫が。もうさすがに離れたと思ってたらまだついてきてるのよ、虫が。うん、怖い。何、監視の虫って。いや、本当にやめて。私結構信じちゃうから、そういうの。心霊現象ってあったっけ。ないよ、あの日。え、雷の時ってあったの。あと俺言わなかった、雷の時心霊現象が、人がいるって。雷ってどこ。あった、あの2階の。うん、なになになに、人がいるってどこに。天井に。押し入れからいるよって言ったで。言わなかった、押し入れから前に。あ、言ってた、うん、で、なんかソファーでストップしてるんだみたいなこと言ってた。え、あれ本当だったの。うん。え、どんな人見たの。男で天井に張り付いてる。どうやって。いや、顔だけ出してる。これコロさんの放送でもさ、貼り付けの画像を出してたけど。何言ってんの。あれ貼り付けない、もう一回貼り付けないとやらないみたいなこと言われたけど。
ね、あとさ、平井の家でもさ、なんか言ってたよね。何を？お化け。うん、お化け。俺、お化けって、お化けとか心霊は信用してないんだよ、一切。てかもう12時超えてるんで明日早いんで寝ていいんじゃないですか。もういや怖い話しよう。じゃあ12時か。私の怖い話していい？しなくていいよ。何？じゃあいいや。いやいや、じゃあ一応聞いとくか。何？何怖い話って。本当の本当にあった、うん、怖い話。座って、聞いて。いいよ。何聞いとくか。じゃあいいよ。いや、じゃあ何？なんか皆さん、怖い人はここから離れてください。なんで怒ってんの？いや、何？なんで怒ってんの？だから話したくなくなる。いや、いいよ、聞いて。ニコニコして。ニコニコ、俺、笑わないから、配信で。なんで彼女とはさ、ニコニコしてんのにさ。え？じゃあ、してないよ。なんだ？何だ、怖い話って。私のことどんぐらい嫌い？いや、なんかね、嫌いなところというか苦手なところはすごい潔癖症で、なんか、うん、ちょっとしたところでもすぐ怒るじゃん。感触起こしてカーッとなってヒステリーになってそういうところじゃないお前にだけは言われたことだろ。皆さん、私が小学校3年生の時です。いいの、これ話して。いいよ、作り話じゃなければ。いや、本当に本当。いや、私がいいから嘘っぽく聞こえるけど、バカだからさ。なんか俺知ってる話。知らん。知らない話。いいよ。じゃあ、別に怖くはないんだよね。うん、怖くはないんだけど、ぐわーちっちゃい声で喋った方がいい？いや、普通に喋っていいよ。どうやって？いや、聞こえるように。あのね、なんでそんな大きいの喋るの？いや、なんかさ、こっくりさんがさ、流行っててさ、小3ぐらいの時、流行るじゃん、絶対。でもさ、私すごい冷めた子供だったからさ、絶対動かしてるのお前だろっていうの分かってたの。いるじゃん、絶対動かすやつって。で、その子が動かしてたの。だから、別に信用もしてなかったし、なんか終わる時も、なんちゃらなんちゃらっつってさ、終わるじゃん。で、終わったの。で、そんなの嘘だよって私なんかみんなに言ってたの、うん、何々ちゃんがやってたかもしれないみたいな、うん、嫌なやつでしょしたらその日にお家に帰ってきて寝てたの、うん、あのご飯ができるまで、塾がない日だったから、うん、したら、そしたらですよ、うん、大地震が起こったんです、部屋。うん、地震が起こって収まった後に、うん、私の部屋っていうのは引き戸だったの、うん、引き戸がダバ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 ってなったの。地震の後に？そう、うん、地震の揺れが収まった後にダバダバダバってなって、うん、怖くってさ、地震だと思って下にバーって降りてって、地震ってお母さんに言ったら、うん、地震なんてないよって言われたのっていう。いや、絶対だから、なんかそういうことしちゃいけないよっていうこっくりさんだったのか、まあ、そういい幽霊だったのかわかんないけど、めっちゃ怖かった。絶対それ以降私こっくりさんはやっちゃいけないって思ってやらなかった。こっくりさんってもともとやめてやめて、西洋の遊びだからね、あれを。それを日本に持ち込んで、それをコックリさんって言ってるやろ。いや、これさ、ちょっとコメント見たかった。ね、これ信じる人いる？これコックリさん？ほら、怖いって。うん、私もそう、なんかさ、感じたの、その、絶対コックリさんだなって思って。そう、コックリさんは低霊級の、あれでヌーベっていう漫画で見たけど、低霊級の妖怪だから、あの、全然怖くないんだよ。なんかさ、タッチ悪いんでしょ、低。いや、低霊、いたずら好きのなんかゴブリンみたいな、レプリコーンとかゴブリン系だから、うん、大丈夫。いや、マジで
これに続く第2弾していい？何？これもそんなに怖くないんだけど、うん、昔横浜に住んでて、横浜住んでたの昔？はい。いつ？すいません。何？こっち北海道だけじゃないの？はい。すいません、彼氏と。嘘つ、嘘でしょ。いや、いいんだけど誰と住んでても、うん、あの最上階に住んでて、私10階にたまたま10階が空いてて、ずっと入ってなかったんだって、うん、ラッキーと思って入って、で結構駅近で家賃も安くって入ったら、なんとその日、なんとですよ、あのドア、あのなんつうの、あそこベランダのドア、網戸開いたの勝手に。そう、なんで勝手に開くのでしょ、うん、で怖くて、私隣に住んでる人が、うん、若い子が引っ越して、私ねまず21か2で、若い子が引っ越してきたから、なんかいたずらしようと思って、うん、入ってきたか なんかしようと思ったのかと思って警察に電話したの。ああ本当にガラガラってきたか。そう、うん、で警察の人がじゃ調べますっつって、なんと、うん、手すりに指輪とあるんだけど、うん、隣は住んでませんって、うん、怖くない？いや、その手すりの指紋は、うん、その引っ越しの業者さんのかもしれないし、その前住んでた人のかもしれないけど、半年ぐらい住んでなかったその家、うん、でもその手すりの跡と隣に住んでないって言われて、で何日後かにそのさらに隣の家の若奥さんに会って、うん、なんかあったんですってみたいな、ニヤニヤして言われたの、うん、なんかあーっつって、あ警察が来たらなんかあったんですかってねって言われた。そうそうそう、で、うん、私もちょっととんがってるから、あーはーって終わったんだけどさ、うん、どう思うっていうトークゼロ、うん、どう思う、これ怖かった、あそいつが犯人、いや隣はなんか夫婦だからさ、そんなことしないと思うんだよね。つまんない、ごめんよ、怖くなかったね。でも怖かった、すごい。で私そので怖くて、となんか友達に連絡したら北海道神宮のなんかお札とか送ってくれて貼ってた、うん、めっちゃ怖かった、そのガラガラ開いたこと、そう本当に開いたので、開いたまんま警察に言ったの。うーん、怖いでしょ、そんなことある、開くことでしょ、ね、そんなことあるでしょ。でもうん、うん、まあまあ逆に確かに聞く部分には分かる、自分がもし同じような体験でこうガラガラって急に開いたら怖いでしょ、俺は怖いよ、すぐ電話するよ、警察に電話して誰か来たと思うから、そうガラガラって開いたら、うん、そうここしか盛り上がってないかもいや俺も盛り上がってないいやそんななんかね、お化けを見たとかそういうのはないの、うん、ある？いや、お化けはないですね、俺一回もないの幽霊で、ね、え、でもなんかカメアリがお化け出るでしょ。 あれは一回あったよ、それだけで、あとはもうそれ以降は幽霊とかお化けとか、いやなんかさ、でも放送でさ、うん、よく言ってるじゃん、心霊、あれどうなの？あ、一個、大学怖くない、一個だけ怖いとかあった、あの福岡県にある、もう今閉鎖されてるけど、どこだっけ、せーの、犬鳴村、あ、そうそう、村で犬鳴屋敷、犬鳴峠ね、峠、トンネル、うん、この間見たよ、ネットフリーで子供たちと、怖いせた、そこだけはもう二度と行きたくない。なんで見た？ネルさんたちと行ったけど、ネルさん今廃人化しちゃったけど。ネルさんって、ああ。国場雄太ネルさん。どうしたの？ネルさん今廃人になってる。なんで？選挙。政治家辞めたの？選挙で俺に負けて品川で落ちて、そこからもう本当に行方がわかんなくなっちゃった。え、そう、うん。
それといった時に、あそこの最初の、今もう閉鎖されちゃったけど、入ることすらできなくなって、その当時入れたのよ、横からすると、うん、最初は入れるけど、トンネル近づいたら電波が一気にブツって切れるの、すべて。すべて切れる。ソフバンも au も。そんなところないのね、山で。そこの地域だけ全部切れちゃう。だからもう俺はそこ、行かない、うん。怖いし、あと帰りも40分かかるし、歩いて。危ないし。どうしよう。何このね、電波が切れる怖い話。え？配信者として？いや、俺が感じただけ。勝手に。あるさん、うん、それはいいや、その話はしない。そう、一回やったけど、まあ、今コメント読んでたから言うけど、ノリミドって番組やってるのね、ノリ石川と。その時にあるさんから着信があった、2回ありえなくない？携帯解約してんの、うん、そう、どんどんどん登録してたから。石川もそれ見てるし、スタッフも見てるんだよ。なんでと思ってるの。でもえ、本当に？うん、本当に。乗り行きとスタッフが見てる、全部。出た。え？出た。でんかった。なんで？知らないよ、怖いから。え？それ、YouTube にある？わかんない、あるんじゃない？でも、あんまそういうの見ない方がいいよね。そう、あんま見ると、なんか霊力が高まるから。うん、見ない方がいいよ。俺も見ないし。やめよう、この話。明日さ、車乗るからさ。そうだよ。塩持ってこ。いや、塩効果ないよ。うちも今塩撒いてんだよ。え、待って、なんなのこの人、やばいの？ん？いや、部屋に塩、三角字を立てて五円玉置いて立ってるよ。え、なんか怖い。何の宗教？俺宗教入ってないの、無宗教。え、何？俺何も信用しないし、から大丈夫なんだよ。なんでそんな人が塩撒くの？いや、俺じゃない、向こう、相手桜地がみんながこの部屋はいると言って、で三角字を立ててた、うん、いる？え？いる？知らない、俺は分かんないけど、ただ確かにもう家帰ると最近頭痛と頭が本当にひどい、すごいあの頭痛が、言ってたでしょ今日は。あ、俺来た時頭クソ痛いってなったことないよね。それはね、多分低気圧で、私もその日痛かった。いや、だって今日は晴れてんじゃん。昨日でしょって、つこ、うん、な、なに？何？昨日の話をさ、今日の話に怖い話に持っていこうとするから、いや本当に塩効果ある？ある。あ、なんかイケてる塩しかない、うち。なんかピンク岩塩みたいな。ピンク岩塩って何？ピンク何？ん？何？何おかしいの？ピンク何？ピンク岩塩。あ、ピンク岩塩。発音が悪くてわからないんでね。おかしい。もういいだろう、もう配信終わりましょうか、そろそろ。明日早いんで、リスナーさんすいません。あのもう、あのカップル配信になっちゃうんで、これ以上やると。だから一旦、終わります。すいません。いや、もういいだろう。終わります。先場所とか寝てるんで。いやいや、もう何もしてないよ。そういうの一切ないんで。明日早いんで。うん。だから、寝ます。僕は先発の部屋で、パンダはこちらで、分かれてるんで。はい。分かれてるだけに。はい。ね、そうです。終わった？え？もう終わらせる。じゃあ、終わりますね。ありがとうございました。見ていただきまして。はい、じゃあね。